はいどうも、のぶです。おはようございます。今日ツイッターでもちょっと書いてたんですけども、まあ、ペットボトルキャップ叩き大会を開催しようということで、まあ、少ないんですけど、賞金をつけて開催しようと思ってるんですが、まあ、大会開催するってなったら、まあ、一応僕もプレイ動画出すだろうと思いまして、ただ前回やった時全然できなかったんですよね。というわけで今日はペットボトルキャップで1時間ちょっとパッド練習をしてみようと思っております。で、以前2リッターのペットボトルでやろうとしたんですけど、かなり重かったんで500のペットボトルにします。あ、軽い。これならいけるっすね。よし、こんな感じで1時間練習します。はい、じゃあ今30分練習してみた状態を撮ります。フレーズレシピのパッド練習曲2っていうページです。はい、1時間練習しました。やります。まあ、まだまだ全然スティックも空振りするんですけど、結構良くなったんじゃないかなと思いますね。ちょっと譜面覚えきれなくて途中までだったんですけど、こんな感じで1時間で成長しました。で、まあやればやるほど慣れてったんですけども、結構最初のもう10分15分ぐらいで少しずつちょっと感覚をつかんできて、で最後の方ちょっとダブルストロークっていうかタタっていうやつもできるようになってきたかなみたいな感じでしたね。まあ普通の練習パッドと材質は違うかもしれないんですけど、まあ簡単に言うと当てる部分が少ないだけなんだなっていうところで、そこにちゃんとこう当ててあげれば、まあ本当に普通に音は鳴りますし、これはコントロール力相当鍛えられるなと思いましたね。はい。で、このペットボトルキャップ叩き大会、ちょっとまだどんな形にすればいいのか、こういうことやったことないんで、ちょっと決めあぐねているんですけども、アンケート取りながらやっていこうと思います。というわけで明日も頑張ります。お疲れ様です。